愛知文教女子短期大学は、愛知県稲沢市稲葉2-9-17に本部を置く、日本の私立大学である、1951年に設置された。愛知県稲沢市内にある日本の私立短期大学、学校法人足立学園により1951年に稲沢女子短期大学として設置された。 最大で昼間三学科と夜間部一学科、昼間交代制一学科からなっていたが、現在は昼間に学科となっている。愛知文教女子短期大学における見学の精神は、出実にして、知性だ各宗教的情層を身につけた和人を育成するとなっている。教育理念は、ただし、名は、和、真で、 正しく、明るく、和やかで、信じ合える人を育成するを意味する。愛知文教女子短期大学は開学当初からの、家政学かつまり、生活文化学科が設置されており、生活文化専攻では、学生の集大成として、ファッションショーが、食物栄養専攻では、栄養使用性に力を入れている。幼児教育学科では、付属幼稚園での教育実習が行われている。 愛知文教女子短期大学は、足立銀霊が女子教育の重要性から、出日優位で宗教的上層を身につけた和人を育成すべく、当時の稲沢城、及び地元協力により設立された稲沢高等女学校に始まる。仏教思想に基づいた教育が行われている。全国の短大でも数少ない第三部が設置されており、通学課程における、 勤労学生の姿が見受けられる。愛知文教女子短期大学の学園祭は毎年11月上旬に行われる。愛知文教女子短期大学にはめぐみ会と呼ばれる同窓会組織がある。愛知文教女子短期大学には第1両、第2両がある。2007年4月から地域貢献推進部を設け、 生涯学習講座や公開講座の実施、地域の方々への学生食堂の解放などの取り組みを通して地域に根ざした短期大学づくりを積極的に進めている。2012年10月には短期大学内に足立学園総合研究所を設立した。この研究所は人と人人と物笑顔を結ぶという理念のもと、 地域に対して移食住の枠を超え上質なライフスタイルの提案を行う足立ファッションアカデミー部門と地域住民に幅広い生涯学習の場を提供する稲沢コミュニティカレッジ部門からなる。この研究所の事業の一つとして地域ニーズを調査し必要に応じて大学の知財等を地域住民や各種ステークホルダーへ提供している。研究所長は 地域貢献推進部長が兼任し、短期大学や地域ニーズとのマッチングの効率化、円滑化を図っている。また、稲沢市との間で、2011年に災害時における協力体制に関する協定を締結し、食物アレルギー対応の粉ルクの備蓄、災害支援員としてのボランティアの派遣等に応えることになった。さらに、 2013年には子育て支援、生涯学習、食育等7項目からなる連携に関する包括協定を締結した。これに対し各学科ではそれぞれの教育、研究の専門性を生かし、ニコニコ、ベイビークラブや目指せ、ちびっこシェフといった事業を推進している。教員は専門分野の有識者として精力的に 稲沢市行政運営に参画している。学生は稲沢なずまつり、稲沢市消費生活展、祖父江町紅葉まつりなどの稲沢市並びに関係団体が主催する各種行事の運営に携わるボランティアとして活動を行っている。また、足立学園総合研究所を通じて、 地域の各種ステークホルダーのニーズを受け、今場塾の夏祭りなどの地域の町おこしイベントの立案、運営、ボランティア派遣などを行っている。2014年度2015年度には、私立大学等改革総合支援事業に申請し、選定された。 愛知文教女子短期大学は、地域に根差し、稲沢市の発展に寄与する大学たるべく、地域との連携を一層推進する教育機関となっている。ABCDEFGHIJ 出展、全国学校総欄、ハット AB1955 年度版1379ページより、 1964年度版30ページより、1967年度版35ページより、1991年度版67ページより、ABCDE1994 年度版74ページより、AB2011 年度、全国短期大学高等専門学校一覧107ページ、愛知文教女子短期大学の校より、 AB 学生募集は1996年入学生で最終。2000年3月24日付で正式廃止。AB 学生募集は2006年入学生で最終。2008年3月31日付で正式廃止。ABCD5 月1日時点での学生数。旧来の家政学科と生活文化学科の トータル学生数、稲沢女子短期大学に関するカテゴリー、ありがとうございます。